朝日、あの子どうしたのかな。なんだろう、泣いてるみたいだけど。私ちょっと行ってくる。あ、ちょっと待てって。ねえ、どうしたの。大丈夫だ、こいつは怪しいやつじゃない。まあちょっとおせっかいだけど。ちょっと朝日。大丈夫、安心して。困っているのなら力になりたいの。本当ですか。実はさっきナンパされたんです。ナンパ。それがすっごく強引でとても怖かったんです。そう、わかった。女の子を脅かすなんて許せないわね。だけど秋葉原ってそういうのとは無縁だと思っていたわ。まあ確かに。だけどここ最近意外と増えてるんだ。オタク女子は狙い目だとか、撮影会の話を持ち出せば余裕だとか。多分オタク趣味の女の子なら気が弱くて断れないとか思ってるんだろうな。何それ、最低な上に最低じゃない。ねえあなた、その最低な男にどこでナンパされたの。中央通りのアニマートを出たところです。わかったわ。おい、まさか。行きましょう朝日、ナンパ男を注意して秋葉原から追い払うわよ。おい、だから待てって。この辺りね。それらしい男はいないっぽいけど。だけどここで引き下がれないわ。周りの人から話を聞いてみましょう。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。あの、ちょっといいかな。え、あ、はい、何でしょうか。この辺りで強引にナンパしてる男を見なかったかな。あ、見ました。というかナンパされました。え、もう本当に迷惑でした。男には興味ないって言っているのに。その男はどこへ行ったのかな。どこか行っちゃいました。そっか、わかったわ。話聞かせてくれてどうもありがとう。朝日、次は当たりましょう。はいはい。あの、待ってください。え、もしよかったらこれを。これって。私のアドレスです。もしよかったら連絡先交換しませんか。えー、いやでもそんな、俺アドレスとか。ちょっと何ニヤニヤしてんのよ。だけどありがとう。本当に俺なんかでいいのかな。え、何言ってるんですか。いやだから俺なんかで。違います、私がアドレスを渡したいのは隣のお姉さんです。え、私。あの、まずはメールから始めませんか。その、あの、私すごくタイプなんです。もし仲良くなれたらお食事とか行きませんか。え？え？やっぱり渡しちゃダメでしょうか。あの、その、ごめんなさい。あ、ちょっと。男に興味はないってこういう意味だったのかよ。まあ、ちょっといいかな。あ、またナンパ。え、そういうのお断りだってば。いやいや違うって。怪しい、興味ないふり作戦だね。あ、あの、ごめんなさい。安心して、ナンパじゃないから。彼女連れ。え、彼女。いやだから違うって。でも、それって私が可愛いってことかな。さっきも赤くなってんなよ。え、あ、いや、その、あ、赤くなんてなってないわよ。ラブラブちゃんか。だから違うって。俺たちは強引なナンパ男を探してんの。
そうよ、きっとあなたをナンパした男だと思うの。あ、そうなんだ。勘違いしちゃってごめんなさい。うんうん、気にしないで。それでそのナンパ男はどこへ行ったか知らないかな。どこだろう。方向的にはジャンク通りかな。だけどちょっと自信ないかも。それだけわかれば十分よ。ありがとう。いえいえ、お気になさらず。お姉さんたちもデート楽しんでね。だからデートじゃないって、はあ、さっさと次へ行くぞ。ナンパ男を見かけなかったかな。え、ナンパですか。ちょっとわからないです。そっか、ありがとな。でもでも、ナンパといえば前にジャンク通りでナンパされましたよ。ジャンク通りで。きっと秋葉一帯がナンパのテリトリーなんだろう。ねえ、どんな人だったか覚えてないかな。覚えてないです。ずっと無視してたらどこか行っちゃいました。だけど本当にしつこかったです。多分100メートルくらい付きまとわれました。ああいうのって本当に迷惑ですよね。自分の顔鏡で見たことないんでしょうか。え？っていうか3次元の男ごときが話しかけんな。次元が一つ余計なんだよって感じですよ。あなたたちもそう思いますよね。どうして私のいる世界は二次元じゃないんでしょうか。あなたたちもそう思いますよね。その二次元に行きたい。行けるといいわね。よし、情報は十分ね。ジャンク通りへ行ってみましょう。なあ、本当に注意するのか。当たり前じゃない。ほら、さっさと行くわよ。はいはい。お、おい、あれ見てみろよ。どれよ。あのスマホを持った男だよ。なんだか女の子をジロジロ見てないか。さき、ちょっと行ってこいよ。おとり捜査だ。ちょっと朝日、もう何なのよ。あの、すみません。え、私ですか。はい、あなたです。ちょっと道を教えてもらえませんか。道ですか。実は秋葉原に来たの初めてで、道に迷って困っていたところなんです。あ、はい。どこに行きたいんですか。駅なんですけど、どっちの方向ですかね。ああ、秋葉原駅ですか。はい、そうです。それだったら。ああ、違いました。お茶の水駅の方でした。お茶の水でしたら、秋葉明神の前をまっすぐ進めば大丈夫です。秋葉明神ってどこでしょう。ここをまっすぐ行って。もしよかったら秋葉明神まででいいので案内してもらえませんか。ああ、いいですよ。それだったらすぐそこなんで。ちょっと待った。あ、朝日。男。さっき、お前騙されすぎだって。これはな、ナンパの手口だ。道案内してもらってるうちにあれこれ話すタイプの。なあ、そうだろ。スマホ持ってるのに地図が出ないわけないよな。いや、ちょっと充電が切れてて。だったら俺が連れてってやるよ。お茶の水駅に行きたいんだろ。ああ、いや大丈夫です。用事を思い出しました。
ほらな。気づかなかった。感謝しなさい。で、違う、朝日がおとり捜査とか言い出したよね。これ、朝日が私をはめたんだよね。そうだよね。いや、それは最低。いや、だから。まあいいわ、おかげで撃退できたことだし、駅前の女の子に教えてあげましょう。あれ、俺への感謝は。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。安心しろ、いいニュースだ。あなたが言ってたナンパ男ね、きっと秋葉原から出て行ったわよ。本当ですか？これでゆっくり秋葉原での買い物が楽しめます。お二人ともありがとうございました。どういたしまして。お買い物楽しんできてね。さて、これで一件落着ね。明美さんに連絡しておくか。そうすりゃもう被害は出なくなるだろう。なんだか一仕事したらお腹が空いてきちゃったわ。ひいひい、うじゅうっしょ、おいらとご飯とか行っちゃわない？どうしたのピン君？ナンパの練習っち。お前には無理だ、諦めろ。ちぃ！そういえば、あの店もなくなっちまったな。ここがどうかしたのか？ここは昔、普通の喫茶店が入っててな。たまに、マリと来たりしてたんだよ。おデートですね。久しぶりに、あの頃みたいなコーヒーが飲みたいね。コーヒーならどこだって飲めるだろ。俺が飲みたいのは、うまいコーヒーだ。だったら俺が案内してやるよ。どこへだ？だったらまずは裏通りのメイディアーズだ。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。妄想球。レジ、着いたぞ。お前、本気かよ。ここメイド喫茶じゃねえか。萌え、説明してやってくれ。かしこまりました。当店の自慢のコーヒーはですね、実はグアテマラからの直輸入豆を焙煎しているのです。グループ企業が現地で農園を経営しておりまして、常に一定の品質を保っているんですよ。それもですね、なんと標高1350メートル以上のハードビーンなんです。程よい甘みがあり、とっても飲みやすく、お口当たりも素晴らしいです。ほら、すごいだろ。すごそうなのは分かったけど、お前いまいち理解してねえだろ。でもですね、インスタントでは味わえない香りや味を存分に味わうことができますよ。確かにうまそうだな。ぜひ、いかがですか？マリーナ、ジョちゃん。今の俺が求めてるのは、そういうんじゃねえんだ。あらら、それは残念です。飲みたくなったら、いつでもいらしてくださいね。ああ、俺は行きたかったな。でもでも、レイジさんが飲みたいコーヒーって、一体どういうものなんでしょうか？だから、あの頃のうまいコーヒーだって。あ、わかった。わあ、本当ですか？あの頃って言ったらあそこしかないな。よし、駅前広場のあそこだ。
朝日。これは一体どういうことだ？あの頃、お前も見てたろ、機動武士ダンダムを。だからあの頃って言ったらダンダムカフェのコーヒーだと思ってさ。あ、アバウトすぎます。そういう話じゃねえんだよ。あれ、違ったのか。ここなかなか楽しいんだけどな。店の中で懐かしい映像流れてたりさ、居心地もいいぞ、コーヒーもうまいはず。居心地っていうのは場所の問題じゃねえんだよ。え、どういうことだ。少しは自分で考えろって。朝日さん、まあまあ。よし、わかった。こうなったら秋葉の喫茶店を制覇してやる。本気でしょうか。ああ、もちろん、絶対にレイジを満足させてやるよ。それ俺も付き合わされんのか。はい、ご苦労さん。くそ、ここもダメか。次はどちらへ行きましょう。いや、ここがもう最後だ。俺が知ってるコーヒーの店は全部回った。俺は結局レイジを満足させられなかった。何もできなかったんだ。俺には力がない。俺は無力だ。どうすることもできなかったんだ。朝日さん。だから言ったろ、あの頃みたいなうまいコーヒーだって。いつなんだよあの頃って。レイジさん、もしかしてそれって管理局時代ですか。ああ、それがどうした。ふむふむ、やっぱりです。リピョン、どうしたんだ。ズバリ理由は分かっちゃいました。え、きっとレイジさんが求めているのは誰かと一緒に飲むコーヒーですよね。おお、よく分かったな。なんだ、そういうことかよ。お前未練たらたらじゃねえか。そういうんじゃねえよ。俺が飲みたいのはあの頃のコーヒーだ。もう二度と飲むことのできないやつだ。あの居心地ももう二度と感じることはできないんだな。レイジ、リュウ、レイジさんに質問してもいいでしょうか。どうした。レイジさんってマリさんとどんなデートをされていたのでしょうか。どんなって普通だよ。映画見たり飯食ったり水族館行ったり。ふわ、普通のデートです。それがどうかしたか。マリさんのような大人の女性はどのようなデートがお好みなのか興味がありまして。なんだ、そういうことか。映画に水族館ってやってることガキのデートみたいじゃん。ああ、ヤマト。いいか、何歳になったってな、楽しいと思うことは大して変わんねえんだよ。それがわかんねえようじゃ、お前もまだまだガキのまんまだな。ああ、んだと。ヤマト、何しに来たんだよ。